絶好調におはようございます。秒でやれ、秒マグカップ来ましたね、めっちゃ出遅れてるけどこうサロンの皆さんからしたらめっちゃ出遅れてるけど、はい、来ましたよ無事ね。で、今日の朝の鴨明さんのお題は、7月は一番まるまるな月。7月はなんかそんな感じのお題でしたね。で、7月はとにかくお嫁さん、娘、初孫のみゆちゃんの誕生日3つが重なってる月なので、めっちゃケーキ代プレゼントがかさむ月です。一番一年の中でハッピーが多いね、家族の中のハッピーが多い月なので頑張ります稼ぎます。はい、そんな感じでですね、はい。でね、今も言った鴨明さんとこの秒でやれ、あな絶対あなたは幸せになるみたいな本が今日から発売、今日じゃないけど今日からクラウドファンディングかなんかが始まるのか、もう全然ついていけてないんやけど何の話が、もう大体ひとりさんのとこもそうなんやけど、もう何が起こってるのかわからないくなってくるんですよね、やっぱね。まあいい、それでもね、まあ朝のお題についていくだけでももう十分なので、俺の中ではもう十分頑張ってるので、でマグカップも買ったんでね、まあ本も買うし、そのなんかな、本屋さん行ってね、頼まれてるといいですね一応確認はしに行こうとは思いますけど、そんな感じで、よし、じゃあ今日ね、いい寝てるのか俺まだ昨日何やったっけ、君が教えてくれたことやったっけ、ドラマを見よって、自閉症の子のドラマを見よって、それがね6月30日配信、6月30日までだったんですよ配信が。で、うわこれちょっと見出したから見れ、これ本当もうすごいなと思うんやけど、これ見出したから見らんといけんと思って、すごいこうね時間を最高曖昧までも見て、でまあ面白かったんですよ、自閉症のね2000年ぐらいにのドラマやけ、もう20何年前のの頃の自閉症に対する、だけど20年前ぐらいにやっと自閉症っていうのが名前ができて出だした頃なんでしょうねきっと。うん、でそうね、まだ誰も接し方がわからない社会的な問題になってる頃だったと思うんですよ。そので自閉症っていう題材であったドラマですごい良くて、でこれを見らないけんっつって思いよったら、夕方のねキッズクラブの教室が急にキャンセルになったりして、はあってやっぱ神計らいやなっていやもうすごいなと思う、なんかこうこれせないけんとか思ったら絶対ちゃんとそれができる時間帯ができるというね、うん、とか昨日朝Wi-Fi を切り替えたんですよ、でそれでこうねセットせないけなかったんですよね。で最初2年前ね Wi-Fi をつけるときね結構手こずったんですよ、なんかいろいろがもう全然何も手こずらない、あこんな簡単なことやったんやって、うん、いうぐらいすんなり言って行ったんやけど、もう本当に教室が始まる10分前ぐらいに終わって、はあ時間すげえ、神計らいってすげえなーって思うぐらい時間調整が素晴らしかった。はあ、もうね、
なんか言うことないですよ。で今日はね、病マグカップが来たので、やっぱ病で動くとね、とてもなんか運気が上がるね、なんか思ってすぐ行動していくと、人から見たらせっかちとかね、でもひとりさんもね、やっぱ成功する人はせっかちって言いますからね、うん、もうとにかくこうちゃっちゃちゃっちゃこう進んだ方がやっぱ運気がどん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 上がっていく。で周りにこう言われてることとかせんといけんことをずる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 しない人とかを見ると、どんどん運気が下がってるんでね、ああこういうことはせん方がいいよねって、やっぱりね、なるべく好きなことで動きたいんやけど、やっぱ仕事してたらやっぱね、ちょっとこう自分が苦手はないんや、まあパソコンとか触るのはねちょっと苦手やったりするけ、でそういうのを嫌なことほど、ちょっと苦手なことほど秒でやるともうすぐ終わりますからね。すぐ終わらしたらストレスがないじゃないですか。でもそれをやらずにズル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 やってたらとかね、ズル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 やってたら、やっぱどうしてもね、こういつの間にか溜まって、なんか物事がこううまくいかないね、人の信用がなくなる、そんなのをいっぱい見てるので、いや本当秒で動くっていうのはとても運勢を上げてくれるですよ。なので本当にね、思ったらで苦手なことでも全部自分がしないといけないことじゃないですからね。ポッと思いついて、ああってこれ俺できんなと思ったら、そこにちょうどやってくれるような人がいるんですよ。これがね、また秒で動くと、もう本当にすごい絶妙なタイミングやなっちゅうぐらいで、ああじゃあこれやってもらう、もうこれやってもらえますかって聞くのは全然ね、もうそのやってもらえますかって聞くこと自体秒で動いてますからね。でそれ無理って言われたら、自分でやればいいだけの話で、でもやってくれるって言ったら、ラッキーって、本当は自分でやらないといけないと思ってたことやけ、やってもらえたらラッキー、うん、すいません、自分がやらないといけないんであれば、もうそれは最初からそう思ってやってるんでね、普通のことが起きただけでちゃっちゃやってしまう。でやってしまえばもうすぐ終わるんですよね。だからこの秒で動くっていうのは、うん、いいこと聞いたらすぐね、これ前ひとりさんがよく言う、いいこと聞いたらすぐ実践実行ね、すぐだよってやっぱ言うんですよね。でも最近本当にすぐ動くもうルーティンになったので、すごいいいかと思います。はい、こんな感じで、後でこれの写メを撮らないといけないんでね、ひひ。じゃあそんな感じで、今日のひとりさんの言葉は、ついてる人はどこまでもついてる、ついてるっていつも言ってる人はどこまでもついている、何をやってもついてる、ついている、頑固なくらいについている、他の人が見ていてもうダメだろうダメだろうと思ってもなぜかついてる、そんな月が一生続くわけがないと言われてもついてる、それはいつでもどんな時でもついてると言っているから、結局ついている人の人生は何をやっても最後までついている、ついててよかった素晴らしい、まさに本当に俺の人生ですね。でこうついてる、もうこうまさに本当についてる人はとにかく秒で動いてます。秒で動くからついてることがどん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 起きるですよね。なので今日は秒で動く話が言えてよかったね。はい、ほほはははほほはは、はイエーイ、いいぞいいぞ、イエーイ、あいいね、10分ぐらいがちょうどいいね。大丈夫って10回よ、大丈夫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 、なんとかなるって10回よ、なんとかなる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 
ついてるって次回よ。ついてる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 ね。9分10分10分ぐらいでしょ。だからこれを2倍速で見るともう5分ぐらいで終われるのでめっちゃいいと思います。チャンネル登録高評価ボタンか、体にいい話、メンタルにいい話、栄養の話、笑う話、小説いっぱい見てください。よし、じゃあ終わりましょう。ちゃちゃっと今日のいいテンポだな。ついてる笑顔でなっ。Petit.